めまして薪を割っていこうと思います。よいしょ。怪我しないようにね。これはさっき割ったやつだけど、まあいい感じなんでもういいや。これはどうかな、なんか軽いからすぐ燃えそう。あ、これは燃えないな。ね、難しいんだ。手を添えるとね、手行きそうでおっかないんですよ。もうちょっと引きで取った方がいい。こんな感じで。行くよ。わあ、風がやばい。このぐらいね、入ればめちゃってするんですけど、なんかね、同じとこに行かないかな。難しいよ。痛い手、ガリガリ。やりました。頑張った。よし。よし。やりました。巻き針終わり。いっぱい割れました。ありがとう、斧。そしてめっちゃボロボロになった。まあまだまだ全然使えます。どんまい。さて、今ですね2時45分、19度、ちょっと気温下がってきましたね。焚き火をね、しようと思うんですけど、ちょっとね、細割りがあった方が自分がいいので、細割り作ろうと思います。これが持ちやすそう。で、斧はね、大変だった。燃えやすいか、持つか、ジレンマ。燃えやすいやつやっぱあっという間に燃えちゃうから、どんどん切れないといけない。あ、これはまあ、後で考えよう。
よし。よしよしよし。いつものスタバ缶に入ってる。ああ風が。さて、じゃんじゃんじゃん、3時24分、19度、ほぼ20度、ほぼ20度。さあ、今日も焚き火タイムが始まりましたよ。ということで、じゃん。にゃーん。ダイソーの長い方のね、今ちょっと引っ張ったらせっかく抜けそうになって焦って、危ない、抜けちゃう。これね、一通り終わったんで、氷結タイム。そう、氷結無糖レモンと無糖じゃないやつ買ってきたんですけど、まだ3時半で絶対足りなくなるんで、ちょっと今売店で無糖レモン買ったんですけど、 9% しかなくて、絶対酔うでしょうと思ったんですけど、炭酸水があったんでね、炭酸水で割って飲もうと思います。ね、実質 4.5% みたいななるはずなんで、はい、乾杯。お疲れ様です。ふう、うまい。シャ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 で、これね、よいしょ、よいしょ、よいしょ、買ってね、置いとくと。なんかいろいろご飯食べるときとか便利なんで。椅子もなぁ、ロールモードにしてもいいかな。いや、でも腰が痛くなるからこの高さがいいと思います。いやぁ、焚き火あったかい。実は今日さっき
売店で買ってしまいました。ソフトマシュマロ、よくあるキャンプのね、あれをしてみたいなと思って。ただね、竹串的なのがなくてね、これなんか絶対口に当たったら熱いよね。気をつけます。刺して、じゃあちょうどお切り感じ、お切りな感じなんだ。おっと、火がつきましたよ、マシュマロに。完全に火傷するでしょ、こんなの。ねえ、焦げたんですけど。難しい、熱い。ここら辺、美味しそう。いただきます。ちょっとね、これやばくない？消し炭みたいになってんだけど、大丈夫？なんか外側だけペロンって抜けました。やっぱこれはね、甘い、甘いな。うん、めっちゃ甘い。うん、4時42分 19.9 度。やっぱりね、日が出てなくても日が暮れ始めるとちょっと肌寒い感じがします。で、5時前に、ご飯の支度をしようかなと思います。日が暮れるのはね、早いので。今日は寒いので野菜スープにしようと思います。カブとトマトとピーマンとマイタケです。あとホタテがあるんで一緒に煮込んで、味、あー、うーん、だし的なものとか何も持ってこなかった。いや、あの鍋の素をね、持ってこようと思ってたんですけど、すっかり忘れてましたね。はい、3分クッキング。ロックを、ね、いつも忘れる。よっこいしょ。これ、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 中も来るかな。水を入れちゃおう。オリーブオイルを。何使うかな。生姜、あ、柚子胡椒あるね。柚子胡椒にしよう。柚子胡椒を、ああ、水がこぼれた。で、焚き火調理。よいしょ。よし、シワシワ。これあの
最初に開けたやつが飲み終えたので無糖レモン 9% に 9% ここに入れて、さらに炭酸水をここに入れました。実2杯目ですね。うわ炭酸うまい、ちょうど良いです。今日はね早くから頑張ってるんで、いつもよりお酒飲むかもしれません。ホタテをスープに投入してさらに焼いてます。ホタテはやっぱりバター醤油だよね。ちゃんとねバターも醤油も、醤油いや醤油ないな、醤油ない、うん、醤油がポン酢があるので、バターポン酢なんだそれ、美味しいのかな、わからんけど、それで食べてみたいと思います。発酵バター、でもねパン持ってきてないんですよね。よいしょ、ああなんで上に乗せたかった。よし、おいしそう、スーパーおいしそう。ポン酢、バターポン酢、バターポン酢。さあね、あれなんだっけ、これ紐取れてきた、お腹空いてきたね。じゃあちょっとホタテ食べてみようかな。ホタテ紐付きバター醤油、これはね箸使った方がいいな。薪も気づいたら燃えてたからイベントだね。じゃあいただきます。うん、うん、まうん、うまい。これはね、お酒が進むね。あーうまい、あーホタテに酒合う、めっちゃうまい。うん、めっちゃうまい。16時じゃないね、夜6時ちょうど、気温が17度。やっぱね結構ひんやりしてきた。もうなんかね5時半過ぎると夜で暗いもんね。今焚き火調理中で、クッカーは真っ黒になってますね。スープをねグツグツ煮込んでるところです。
水いっぱい入れたんでちょっと水分飛ばすぐらい煮込みたいなと思ってます。うん、さっきホタテをね焼いて食べたら、いや美味しかった、めっちゃお酒進みましたね。うん、でちょっとね涼しいを通り越してやや寒くなってきたんで、ズボンの下にあれレギンスをねやってきてるんで、後で履こうかなと思います。さてそろそろ野菜スープの方を食べようかなと思います。もうクッカーが進まんでてね、すごいよ、真っ黒くだよ。これトマトスープですね。よいしょ、でホタテ、ホタテのスープです。いただきます。あ、うま、めっちゃうまいです。あらゆる出汁が効いてますね。うまー。